こんにちは、アドです。今日は私が9月に登って良かったお山ベスト5をご紹介したいと思います。9月といえば紅葉が見ごろを迎えつつある頃だと思うんですけど、この9月良かった山をやるにあたって過去にどんな山を登ったか調べていたんですけど、私意外とドンピシャの紅葉の時期で晴れた山に登っていないことが分かりました。そんな中からですけどベスト5を選んでみましたので、よろしければご覧ください。この辺に写真や映像を入れながらやっていこうと思います。それでは早速やっていきます。第5位。第5位は山梨県と長野県にまたがる金峰山です。金峰山は日本百名山に選ばれていて、同じく百名山に選ばれている水垣山とセットで登ることができます。登山口から1時間も歩かないんかな、それぐらいのところに富士見平っていう天場があって、そこにテント泊をして水垣山と金峰山と1日ずつ登りました。金峰山には紅葉のイメージは全くなくって、全然期待していなかったんですけど、行ってみたらすごい紅葉が広がってたっていう嬉しいサプライズでした。富士見平から長い長い樹林帯を歩くんですけど、そこを抜けると黄色の紅葉が岩肌一面を覆っていました。天気も良くって青空と太陽が照らす黄色の紅葉で、黄色っていう表現よりも黄金色、黄金色っていうような表現の方がぴったりするぐらいキラキラ輝いた紅葉を見ることができました。景色も良くって富士山ドーン、南アルプスドーン、八ヶ岳ドーンの景色が広がっています。木がちっちゃくて黄色の紅葉をじっくり眺められるのが良かったです。ドンピシャの紅葉の時期だったんで、最初は小さい木を上から眺めるような感じなんですけど、最後は木の背が高くなってきて紅葉のトンネルの中を歩けます。岩場の稜線を歩くんですけど、両サイド黄色の紅葉なんです。それがずっと山頂の方まで続いていて、眺めるもよし歩くもよしっていう感じで、もちろん帰りも振り返り振り返り写真を撮りまくりながら、帰りたくない、名残惜しい、後ろ髪引かれるみたいな感じで、やっとこさ下山できました。金峰山の動画、水垣山もやけど YouTube 上げてます。よろしければご覧ください。金峰山も良かったんですけど、富士見平の天場も良かったです。私ずっと憧れているシチュエーションがあって、紅葉の時期にテント泊に行くんですけど、上を見上げれば青空とキラキラ輝く紅葉、そして下は落ち葉の絨毯になっていて、その絨毯の上にテントを張りたいんです。気持ちよすぎるんで、テントの中じゃなくて外の落ち葉の絨毯のところで昼寝しようと思って寝転びます。上を見上げた時にふわーっと風が吹いて、葉っぱがひらひらーって舞います。わー綺麗やなーって思いながら、ふーっと眠りに落ちます。そして2、3時間気持ちよく昼寝をして、何気に目を覚ましたら、風で舞った落ち葉で私の体が若干埋もれてるみたいな感じのことをやってみたいんです。何年も憧れ続けてるんですけど、なかなかそういう天場でドンピシャのシチュエーションっていうのがないんですけど、この富士見平の天場は若干近いものがあるなっていうのは思いました。もし今言ったような天場をご存知の方がいらっしゃったら、コメントいただけたら嬉しいです。この夢をいつか叶えたいんです。続いて第4位。4位は南アルプスの鳳凰三山です。ここも9月に登りには行ったんですけど、特に紅葉を期待して行ったわけじゃないけど、上に行ってみたらすごかったっていうやつです。1泊2日のテント泊で行ったんですけど、青木高専の登山口からどんどこ沢を登って鳳凰小屋でテント泊をしました。1日目はね、ほぼ樹林帯やったんじゃないかなと思います。なんかあまり記憶に残ってないです。2日目は朝早く出発して鳳凰三山を縦走します。一番有名なオベリスクを見たかったんです。鳳凰三山は地蔵岳、観音岳、薬師岳の三山で、オベリスクがあるのは地蔵岳です。
オベリスクの手前にアリ地獄って言われているすごい足を取られる砂場みたいなところがあるんですけど、そこが足元はしんどいけど上を見上げれば紅葉がすごい綺麗でした。オベリスクがドーンって見えてて、その手前側に紅葉がありました。しんどいけど綺麗、しんどいけど綺麗みたいな感じで登りつつ立ち止まって紅葉を見上げ、頑張って登って紅葉を見上げみたいな感じで地蔵岳までたどり着きました。オベリスクの先っちょまでは登れなかったんですけど、肩ぐらいまでは登ってみました。鳳凰三山の紅葉も黄色が多かったかなと思います。赤い紅葉も好きなんですけど、黄色い紅葉は天気が良ければ太陽が照らされてキラキラ黄金色に輝くから、それが好きなんです。オベリスクの方からこれから歩く道と富士山を眺めた後、安全に降りて縦走を続けます。次は観音岳に向かうんですけど、そこもまた紅葉のトンネルになっててすごい綺麗でした。なんやろ、紅葉のトンネルってやけにテンション上がって、もうずっとこんな感じで見て、で何気に振り返ったら後ろに紅葉越しのオベリスクがあるんです。おーみたいな感じです。観音岳から先は紅葉落ち着くんかな。それよりも富士山がどんどん近づいていくので、その記憶の方が鮮明に残ってます。憧れの富士山やから、この縦走路最高やんかってすっごい思いました。やっぱり南アルプスは富士山が近いし、その富士山に向かって歩いていく稜線っていうのがすっごい良かったです。プラス紅葉の演出が加わったことで良かった山第4位になりました。続いて第3位、第3位は新潟県と山形県にまたがる朝日連峰です。朝日連峰は日本百名山なんですけど、紅葉の時期に行きたいっていうこだわりがすごいありました。2泊3日で行ったんですけど、日暮沢っていう登山口から入りました。そこからまず二百名山の伊東岳を目指しました。念願の9月の朝日連峰なんですけど、風とガスで修行みたいな1日目でした。あんまり記憶もないんですけど、伊東岳を越えてちょっと下ったところに避難小屋があって、そこに泊まりました。そしたら夕方ぐらいにガスがブワーッと抜けてきて、綺麗な夕日と明日登る百名山の大朝日岳を見ることができました。ドラマチックな景色が忘れられないんです。2日目は伊東岳の避難小屋から大朝日の小屋に向かいます。2日目も天気がすっきりしなかったんですけど、草もみじがすごい綺麗でした。朝日連峰はだいたい9月の20日過ぎぐらいが紅葉の見頃を迎えていることが多いんですけど、この年は若干遅めで、私が行った時はまだ紅葉始まりかけたばっかりみたいな感じでした。それでもガスでちょっと白じんでる草もみじと紅葉が綺麗やったのは覚えてます。大朝日小屋について荷物をデポした後、日本百名山の大朝日岳に登りに行きました。景色を覚えてないってことは多分ガスやったんやと思います。それぐらいあんまり記憶がないです。だけどまた夕方の頃にガスが抜けました。雲が多かったから爆焼け状態でした。あの爆焼けも忘れられない思い出です。3日目はもっとひどいガスでした。もう何も見えてないです。言うことも何もないって感じです。朝日連峰は関西からは遠くってなかなか行きにくいんですけど、あんまり天気も良くないし紅葉も早かったって思うけど、それでも第3位です。やっぱりやっと行けたっていう思いが強いんやと思います。いつかドンピシャの紅葉の時、そして晴れてる時に行ってみたいです。だけど季節を変えてまた行ってみたいなっていう気もします。続いて第2位、第2位は北アルプスの後ろ立山連峰針の木サーキットです。針の木サーキットっていうのは扇沢の登山口から周回するルートのことを言います。こっち回りやったりこっち回りやったりします。私は時計回りに周回しました。2泊3日で行ったんですけど、1日は台風の影響で雨です。それでも2日目は晴れると信じて突撃しました。針の木小屋の天馬争奪戦は有名なんですけど、さすがにガス雨の中やってくる登山者は少なかったです。3針ぐらいやったんかな。好きなところへどうぞみたいな感じでした。2日目の朝、暗いうちにテントを開けたら星空、やったって感じです。
周回コースからは外れるんですけど、天馬から1時間ぐらいで行ける蓮華岳から御来光を見ました。この御来光がね、かなりランキング上位の最高に綺麗な御来光でした。蓮華岳は御来光の方面に遮るものがなくって、その日は雲海だったんですけど、一面雲海でした。そしてこれから歩く稜線と続く後ろ立山連峰の稜線がずっと奥の方まで見えてました。爺ヶ岳、鹿島槍、五竜、唐松、白馬、朝日、雪倉、順番合ってるかな、ずっと見えてました。雲海から登ってくる朝日と後ろ立山連峰が染まっていく様は忘れられない絶景でした。9月に全然関係ないけど、この張の木サーキットに行かれる時は蓮華岳もぜひ登ってご来光を見てほしいです。ご来光に満足してテントを撤収してから周回に入ります。この周回ルートもまた絶景なんです。9月の末ぐらいに行ったんですけど、紅葉が始まりかけてて、山肌が優しいオレンジ色に色づいている様で秋をすごい感じました。歩いていると左側には立山、剣、薬師が見えていて、張の木岳を越えて須張岳、そして次の山ってピークをいくつも越えていくんですけど、左側の立山と右に見えている後ろ立山連峰がどんどん近づいてきます。猫耳大きくなってきたみたいな感じです。途中紅葉のトンネルもあって、紅葉越しの剣ドーンっていうのもすごい良かったです。とにかくこの稜線歩きは夏でも秋でも最高に気持ちいいと思います。2日目は種池山荘の天場に泊まりました。種池山荘の手前から爺ヶ岳が大きく見えてるんですけど、そこの山肌の紅葉が一番綺麗やったかなって思います。前に八方尾根を登って、唐松、五竜、鹿島槍、爺ヶ岳の縦走をして扇沢に降りたことがあるんですけど、それも9月で爺ヶ岳の紅葉すごい綺麗なって思ったから、やっぱり爺ヶ岳めっちゃ紅葉綺麗いんやと思います。この稜線は360度景色が良すぎるんで、ほんまに晴れた日に登れてよかったなって心の底から思いました。張の木サーキットの動画は前後編で2本上げてるんで、よろしければご覧ください。そして第1位は岩手県の三石山です。三石山に行った時は神の絨毯で有名な栗駒山と三石山とセットで行きました。どっちを先登ろうかすごい悩んで、1日目は三石山に登りに行きました。秋の遠征はなかなか晴れてくれなくって、この日も天気いまいちでガスの中出発です。東北まで来てガスか、これで紅葉も景色も見られへんかったら悲しすぎるんやけどとしょんぼりしながら出発しました。三石山は馬蹄コースっていうコースを歩いて、松川温泉の登山口からまず源太ヶ岳っていう山を目指しました。そこはね、もうほぼガスやったんで記憶も薄いです。だけど源太ヶ岳で休憩してたらガスが抜けてきて、向こうの山が見え始めました。そしたらやっぱり東北の紅葉ってすごくって、白いガスに妨げられてはいるけど、なんか赤い絨毯見えてるんやけどみたいな感じでした。ガスが抜けて景色が見えてきたらもう一気にテンション上がって、ルンルンの稜線歩きの始まりです。まず山の上から眺める絨毯の紅葉、今まで紅葉の絨毯って呼べるような紅葉を見たことなかったから、赤い紅葉が広がってるのがもう大興奮です。山の上から下っていって、紅葉の絨毯やったのが紅葉のトンネルに変わります。背がちょっとちっちゃい紅葉で、すごい近くにトンネルになってるんです。それが結構な長い距離続いていて、これがさっき上から見てた絨毯やんな、それを今私歩いてるんやんなって思いながら、東北の紅葉をかみしめ、喜びを爆発させながら歩きました。そしてまた次の山に登り始めます。そうするとまた次の絨毯が待ってるんです。三石山の方に歩いていくと、さっきの紅葉もすごかったけど、こっちの紅葉はまたレベルが違うみたいな、今まで見てきた紅葉のレベルを超えるものをさっき見たのに、またそれを超える紅葉が広がってるんです。
写真でよく見て憧れてた三石山が見えてきます。そうそう、あの岩の上から紅葉の絨毯を見たいねんと思って、心の興奮を抑えられず気持ちが勇み足の中進みます。有名な岩の上はすっごい人なんですけど、その人たちをすいませんすいませんみたいな感じでかき分けながらベストポジションに陣取ります。やった、ここや、この景色が私は見たかったんやみたいな、うわーって紅葉が広がってるんです。赤い紅葉、めっちゃ感動しました。岩手山の方はガスがかかっていて、紅葉越しの岩手山っていう景色は見れなかったんですけど、オール紅葉みたいな景色が見れたからそれだけで十分でした。紅葉は綺麗やけどね、すんごい人やから、次はゆっくり落ち着いて平日狙いでドンピシャの時に行けたらいいなって思ってます。紅葉はとにかくタイミングと休みと天気の3拍子揃うのがめちゃくちゃ難しいです。三石さんは YouTube に動画を上げてますので、よろしければご覧ください。次の日は栗駒山に行ったんですけど、もうガスでした。 YouTube も動画にならないくらい真っ白やったんでお蔵入りになりました。以上が私が9月に登って良かった山ベスト5になります。皆さんのおすすめの紅葉の山などありましたらコメントいただけたら嬉しいです。それでは今日の動画はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。